2016年1月7日、ロイター通信によると、中国の上海新鮮量証券取引所は、相場が急変動した際に取引を打ち切るサーキットブレーカー制度を8日から停止すると発表した。相場で値動きが制限幅を超えると取引を停止するサーキットブレーカー制度は、中国で4日から導入された。導入された4日に同制度が発動されたのに続き、7日にも株価が下落して、取引が通常の終了時間前に打ち切りとなった。中国証券監督管理委員会も7日に声明を出し、同制度の停止の理由について、プラス効果よりもマイナス効果の方が大きいと述べた。